マイケル・アンドリュー・ヤストレムスキーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州エセックス軍、アンドーバー出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンフランシスコジャイアンツ所属。カール・ヤストレムスキーの孫。ダンバースのセント・ジョーンズ・プレパラトリースクールに、通っており、学校の野球チームでプレーしており4年生の時には、キャプテンを務めた。 2009年の MLB ドラフトの第1巡目で指名されなければ大学野球奨学金でバンダービルト大学に進学することを約束した。MLB ドラフトではボストンレッドソックスに36巡目で指名されたため大学に進学しバンダービルト大学コモドアズ野球部でプレーした。大学野球では1年生の途中からチームのキャプテンを務めた。3年生のシーズンが終わった後に 2012年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから30巡目で指名され、その巡目で指名された選手には破格の30万ドルの契約金を提示されたが、契約せず4年生のシーズンを迎えた。シニアとしてサウスイースタンカンファレンスのオールスターに選ばれた。2013年の MLB ドラフトでボルチモアオリオールズに14巡目で指名され、契約した。 トリプル A 級ノーフォーク時代をリオールズと契約した後、A 級ニューヨークペンリーグのアバディーン・アイアンバーズでプロ生活を始め打率。273.3本塁が25打点を記録した。またニューヨークペンリーグのオールスターゲームにも選出された。2014年は A 級サウス・アトランティックリーグのデルマーバ・ショアバーズで開幕を迎え打率。 306.10本塁が44打点だった。サウスアトランティックリーグのオールスターゲームにも選出され、オールスター後には A 級カロライナリーグのフレデリック・キーズに昇格し、93打数で打率。312だった。その後再び AA 級イースタンリーグのボーイベイソックスに昇格した。フレデリックとボーイの合算成績は打率。 288.14本塁が24企画で18盗塁を記録し、18三塁打はマイナーリーグの中でも最高記録だった。2015年はボーイで打率、246.6本塁が59打点を記録した。2016年はボーイとトリプル A 級インターナショナルリーグのノーフォークタイズで過ごし、打率、234.13本塁が 59打点を記録した。2017年は開幕を2016年シーズン後の手術の影響で出遅れ5月から9月にかけてノーフォークで81試合に参加したが6月と7月の数週間を除いてボーイで20試合プレイした。2018年はノーフォークに戻った。2019年はオリオールズからロースター外の選手として スプリングトレーニングに招待された。2019年3月22日にタイラー・ハーブとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。トリプル A 級パシフィックコーストリーグのサクラメントリバー・キャッツに配属された。5月25日にメジャーに昇格し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャー初出場を果たし、サンダスウムアンダ1得点で、 チームも10から4で敗北を喫した。翌日の26日に初安打を記録するも2類を狙った際に噴死する場面もあったが4打数3、安打を記録した。しかしチームは6から2で敗北した。5月31日にアンドリュー・キャッシュナーから自身初のサヨナラホームランを放った。8月16日のチェイスフィールドで行われた。 アリゾナダイヤモンドバックス戦で11回の最初に打った勝ち越し本塁打を含めて3本の本塁打を放った。9月17日に祖父が現役時代23年間過ごしたフェンウェイパークのセンター席に20号となる本塁打を放った。試合も7から6でジャイアンツが勝利を収めた。二千十九年シーズンは百七試合に出場し七十一打数で打率。 272、27出塁率。334、長打率。518で21本塁打を放ち、55打点を記録し64得点だった。21本塁打は、ケビン・ピラーに並んで、チームトップだった。ジャイアンツの新人で20本塁打を超えたのは、デーブ・キングマン以来だった。2020年9月9日に、自身151試合目の出場時に、 本類打を放ち、ボビートムソンとキングマンに次ぐ速さで、通算30本類打を達成した。ありがとうございます。